猫です。猫なんです。生まれました。生まれたんです。 Shova's sister had a baby, her third baby, 6 days ago. And in Japan, after you give birth, you stay in like a hospital hotel. So she actually only went home yesterday, and today's the first day we can go and see the baby. I'm excited. なんか新しい赤ちゃんってみんな好きじゃん。ちっちゃい。2.7 キロって言ってた。メロで生まれた時何キロだった？え？ My dad remembers, but my mother doesn't. 母はなんかそのどころじゃなかったって言ってた。何キロなんてって覚えてないわ。よし、じゃあジマ行ってくるね。最近のジマのお気に入りスポット、メルの服の下だから、ここを開けとかないと文句言うのよ。ミヤ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 。 Let's go! 行きましょう。 Let's have a look. おむつ買ってこうぜ。おむつどれ。これじゃない。でも L って書いてある。Sure, look at the one on the left. That's 4 to 6, but it's not even 4. It's smaller. 完全にこれじゃん。やっぱパンパースですよ、パンパース。よっしゃ、行こう。でもおむつが喜ばれるって聞いたことある。そう、私的にでもなんかあれは一番必要なものだけど、使いやすいとかね、自分の声なんて何百枚のためだから、まあ大丈夫でしょう。 Bought a lot of nappies and we bought ourselves lunch. We gotta eat something while we're there. 目をかけない。姉ちゃんにチキン南蛮弁当を買ったよって送ったら、うん、ちょっとマヨネーズ無理って。You don't know your sister very well, do you? Ah, また雨だ。It's raining a lot today, and like, very sudden. スコールだ。 Yeah, I'm excited to see a little baby. It's been a while, I guess 3 years since the last one. And generally, my family is quite small, so there aren't that many people. 一人目の姪っ子の時に弟と一緒に実家で待機してて、スイッチでゲームしながら、後から俺らがもうめっちゃあーとか言って、その産婦人科のお姉さんに、弟さん双子なんですねって言われて俺それ覚えてる、すっごい覚えてる。せーの、あーベッド壊れるぞ。後ろ向いたらこれわかんないんじゃない。We're almost there. Oh, s. あれ、姉ちゃん痩せた？三キロぐらい痩せたんじゃない？二キロだから出た分。サイズはこれだってる。合ってる。おむつ。おむつ。ただね、ちょっとね、こいつ小さすぎるから次の段階で。あ、マジで？さ、おむつ。あら。お邪魔しますね。おじちゃんが来たよ。ほら、消防じちゃんだぞ。消防じちゃん。すごい幸せな顔だった。笑ったら。ハロー。ハロー。ハロー。ちっちゃ、あれこんなちっちゃかったっけ？いや、だから小さめ、すごく。もうめっちゃ小さい。三人の中では？は生まれた時の体重は真ん中。ちっちゃ。ちっちゃいよ。3200g ぐらいの男の子と隣に並んだら二回りぐらい。あら、ムニムニ動いちゃって。そうだよな、お腹の。ちっちゃ。ちっちゃ。2kg、2.4kg って言ってたじゃん。基準がさ、うち家の猫だからさ。あ、じゃあビトの半分とか。そう、手洗ってこよう、手洗いに行こう。手洗い行こう、手洗います。あったあった、なんで泣くのかな。
肘まで石鹸で洗った。ねえ、やっと出てきたね、あんちゃん。やっと出てきたね。あんた、これからよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして、私、おじさんの翔吾と申します。ねえ。やーってやってるの、やー。やー。やー。ああ、明日で一週間。かなり顔も変わってるね。そうそう。最初の時。そう。あの、脱皮とかして。ミルク作ってくるから、はい、抱っこつけて、はいはいはい、まあいいよ、だってもう俺その初抱っこね、抱っこ自体はもう慣れてるからさ。そうなの。あ、やだった抱っこ、おじちゃんの抱っこやだ。はい、よっこいしょ。でも逆にこれの方がやだかも。抱っこの方がいいか。そうだ、ね、抱っこの方がいい。はい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 、はい。いや元気ね。やっぱケン君が持つと落ち着くね。パパ抱っこが落ち着くの。慣れてる抱っこが。そこまでまだ抱っこしてない。俺あげる。俺あげる。俺あげる。はいよ。メルじゃあ先にあげてみる。さっきから小さい声で次私次私みたいな感じでどうぞボソ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 言ってるから。元気ね。元気ですね。渡すわ。早く飲めば。え、もし？おやべ。ね、もう大丈夫になった。足ピーンしてるね。足ピーンとしてますね。なんか可愛い。足面白いな。なにこれ足あんた。気持ちいい。ハッピー。さすがに出てるから。なんかさ、正しいファックって書いてあるけど。え？あ、そうだ。あ、そうだ。これもらった本で。正しいファック使い方。あ、子供たちのさ、本の中にあったからさ。何を勉強させようとしてそう、そう、いや、この、この子供の本の並びにさ、正しいファック、いや落ち着いたね。そうすっごい目合ってるねでもまだ見えてないでしょ、そんな。いや、あのね、こう形だけ、ね、そう、形でぼんやり見えてて。あー、だからこうやって動くと、持ってくるよ。ハロー。あ、ピンがちょっとリラックスしてる。なるほど、もう大丈夫なの。最初緊張してた。見てこれ、俺の手と比べてさ。昨日かかったら7センチ。7センチだって俺の足と比べてみこれ。かけっか。そうよくついちゃうかもしれんから。そうそうそう、こっちから撮ってめっちゃ可愛い。近すぎた。30センチ。あ、ゲップした。ゲームしたゲームしたかわいい。あらあ、満足満足すごい満足してるとってもちっちゃいんです。アタッチ12時から1時の間は20ポッキーぐらいに泣いてて、1時に1回寝たかと思ったら、はい、2時に起きてもう一回両方上げて寝ます、はいはい、で4時にもう一回起きます。両方上げて起きてだからミルク上げますで寝ます。で6時に起きて6時にもう一回上げます。多忙ですね。そう、エナが20時間で背中18時間でこの子は8時間そう、ね、それの方が楽。もう疲れた、疲れた。そうだよ、だってもう途中でもう疲れてほら休みたいけど陣痛は来ちゃうから。そう、ちょっと待って、絵がない。姉ちゃんのことだからさ、また次の日になるかと思ったら夜もう生まれたみたいな。あ、そうそう、全員思ってた。全員思ってた。そうだから、大体長引くから。ケイトだからさ、めちゃくちゃおにぎり買って病院来て朝食い、そう、日はまたぐと思ってたのに一つも食わずに終わった。ふにぃ、持ってる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 。今おじいちゃんの手持ってる。うん、でさ、ギュッて、そうそうそう、入ってた感じだからびっくりだよね。元気が何より。すごい、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 走って
かわいいよね。足かわいいね。ほんと。ショーゴおじちゃんが抱っこしております。ねえ。寝たの。今ね、49センチなの。アブリージョン。平均赤ちゃんの、うん、わ、知らないかも。私はなんか1センチ、2センチ以上だった。だから母、あ、背が高い女の子が生まれたと思ってた。おじちゃん、おじちゃん、めいっ子がもう2人。ショーゴおじちゃん、はい、手洗って、手洗って。セミがいるよ。はい、セミがいるよ。セミがいたの。セミがいたの。手洗ってきて。あの、セミがいるよ。ね、セミがいる。どこに？熱中症の警報出なかったんだね。見て、商品上。パパと寝らない。パパと寝てるね。ヘブーン。マメちゃん撮ってるよ。見る？マメちゃんじゃない。マメちゃんほとんどこっちに回してきたから。え？名前わかんね？そんなに量あっても全然知れないから。パンチ登ってこい、登ってこい。おー、すごい登ってきた。おー、すごい登ってきた。いい。ゼロ歳、ゼロ歳。よくこのうるさい中寝れますね。逆にそれで落ち着ける。あ、ね、静かな夜に起き。なるほど。なんか変なんだって。もうだいぶ暗くなってきたけど、帰ります。出来たてほやほやの赤ちゃんでした。But I think it will be really fun seeing her as she gets a bit older.Like at the moment she just does this, but soon she'll like make eye contact and laugh and like、はい、you can like do stuff and she'll react. そうね。I think that will be really fun. 楽しみです。じゃあまあ帰りますか。